そしてね、このイベントはですね、
7回目ですかね。合ってますか？違ってたらごめんなさい。ということで、ずっと長い歴史があります。で今日もね、前日から、それよりももっともっと前からね、この今日の日のために、事務局のスタッフ方や、照明 PA さん、ね、皆さんが、携わってこのステージを作っていただきました。ありがとうございます。そしてね、今日もね、お昼からね、たくさんの素晴らしい、パフォーマーアーティストの皆さんがね、演奏されて、今日は、僕も立たせていただいております。この時間をね、皆さんね、心に刻んで、また明日からのね、励みになるように、日々ね、悲しいことや辛いこと、嬉しいことたくさんあると思いますが、何かあった、何かつまずいたときは、今日のこの日を思い出してみてください。ではですね、次の曲はフラワーフェスティバルでも、おなじみの曲になってきたんですけれども、僕のオリジナルソングで花のようにという曲です。この曲はちょっと振り付けがあるので、よかったら一緒にやってみてください。皆さん手を貸してくださいね。こんな感じの曲です。僕らは咲いた、上に上げます。花の左ように右、心左開いて、僕らは咲いた、花の左ように右、強く抱きしめてという感じで、サビを繰り返します。皆さんパーフェクトですね。ありがとうございます。恥ずかしい気持ちもあるかもしれませんが、ちょっとだけやってみてください。それでは、聴いてください。坂井俊一で花のように。僕らは咲いた花のように心開いて、僕らは咲いた花のように強く抱きしめて、どうもありがとう。ワン・ツー・スリー・フォー。願いは
どうもありがとうございます。綺麗なひまわりですね。ありがとう。花の用意を聞いていただきました。ありがとうございます。続いてですね、今日はね、さっき、MC の司会の、三山さんからも、ご案内あったように、今日のね、このイベントは僕は2回目の出演になります。昨年ね、この同じ会場で演奏させていただきました。ありがとうございます。来年もね、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、続いてね、次の曲もちょっと待ってくださいね。やっぱりですね、生演奏というのはね、生ライブというのは本当に生ものなので、いろんなね、こと忘れちゃうんですよね。これはね、カポといって、チューニングをね、カラオケのね、ボックスでもあるようにボタン1個で変わりますけれども、このね、なんだろう、洗濯わさびのような、ね、一人暮らしの方もね、になると思いますけど、こういった挟むもので、一度にコードがチェンジできるんですね、チューニングが。画期的ですよね。ちょっとね、これからギターをね、始める方もぜひね、こういうのもあるので楽しいのでやってみてください。では、次の曲は、フラワーフェスティバルでも曲もおなじみになってきました。先ほどね、ご案内もあったようにジョイフルの、ショッピングセンタージョイフル長江の、館内に BGM として、流れています。家族やね、恋人同士やお友達と部活の帰りなんかにね、買い物しながら聴いてみてください。では、聞いてください。大切な命。ありがとう、ありがとう、生まれてくれてありがとう。広い宇宙でこの小さな大切な命。風が運んでくれる地球を巡る季節も彩り変わってゆく。この宇宙にただ一つ、あなたのこの命は、同じものは二つとなる切な光。体中流れる触れないと花の色は千年の時を超え巡り果てた奇跡。ありがとう、ありがとう、生まれてくれてありがとう。広い宇宙でこの小さな大切な命。流れ
Oh.
ね、楽しい時間もね、あっという間なんです。って聞こえた、ありがとうございます。ですよね。でも時間はね、迫ってきてます。一緒にね、この時間、大切な時間をね、過ごそうね。それでは次の曲は、NHK のね、復興ソング曲でもあるこの曲を、花は咲くというね、曲をお届けします。では、聴いてください。花は咲く。アーティストが演奏されてね、作られてますけれども、
今日はね、僕のふるさとという曲で、この会場、心をね、一つにして、それぞれのね、ふるさとはもしかしたら違うと思いますけど、会場で一つにして、楽しんで思い出作ろうか。いいですか？この曲はね、ちょっとサビをね、繰り返すところがあるので、よかったらね、手拍子したり、ちょっとこんな感じなので、お伝えしておきますね。心の中でも手拍子しても、しっかりね、楽しんでください。体を動かすとね、力がみなぎります。では、聴いてください。僕の、ふるさと。ありがとうございました。笹谷真一でした。